皆さんこんにちは。今日は有島武夫の小説片輪物を紹介します。有島武夫は1923年に45歳で自殺していますが、片輪物はその前年1922年に発表された短編となります。あらすじ。物語の舞台はフランスのトゥーロン。トゥーロンにはその昔サン・マルティンという聖者の木像が祀られていて、その不思議な力で病人も障害者も一人もいなかったそうです。しかしある頃からフランス各地に海賊が現れるようになりました。そこで町の人は木像を守るために木像を町から離れた険しい山の上に隠しました。これによりサン・マルティンの力が届かなくなり、町には障害者が多く生まれることになりました。主人公はそんな障害者、すなわち片輪者の二人となります。一人はネクラのジャン、もう一人はジンバのピエールです。二人は他の多くの片輪者とは異なるキャラクターを持っていました。本文を引用します。他の片輪者は自分の不運を嘆いて、何とかして治りたい治りたいと思い、人に見られるのを恥ずかしがって、あまり人目に立つようなところには姿を現しませんでしたが、その二人の片輪者だけはことさら人の集まるようなところにはきっと出しゃばるので、片輪者といえばこの二人だけが片輪者であるように人々は思うのでした。別の箇所を引用します。さっき私がお話しした二人の片輪者、すなわち一人のメクラと一人のチンバとは、自分たちが不幸な人間だということを悲しんで、人間の身になりたいと遠くからでも聖者に願掛けをしたら良さそうなものをそうはしないで、自分が片輪者に生まれついたのをいいことにして、人の情けで遊んで飯を食おうという心を起こしました。そして二人は具体的な行動に出ます。ジャンとキエールとは初めの間は市場などに行って、哀れな声を出して自分の片輪を売り物にして一銭二銭の剛力を願っていましたが、人々が哀れがって親切をするのをいいことにしてだんだん増長しました。そしてメクラのジャンの方は占い者になり、チンバのキエールの方は巡礼になりました。ジャンは自分はサン・マルティンの使わせた預言者である、自分には目の見えるものには見えないものが見えると嘘をつき、信者を増やしものすごいお金持ちになりました。町で一番の豪邸を建てて贅沢三昧の暮らしをするようになりました。しかし豪邸も金品もサン・マルティンの木像が町に戻ってきたらサン・マルティンに全て献上するのだと約束することで、誰からも咎められませんでした。一方のピエールは別の戦略を立てていました。ピエールはジャンのように偉い者らしく威張ることをしないで、どこまでも正直でかわいそうな片輪者らしく見せかけました。私にはジャンのような神様から授かった不思議な力などはありません。当たり前なケチな人間で、しかもいろいろな罪を犯しているのだから、神様が片輪になさったのも無理はありません。だから私は自分の罪滅ぼしに何か自分を苦しめるようなことをして神様のお怒りをなだめなければなりません。この心持ちを哀れと思ってくださいなどと口癖のように言いました。そこでピエールの仕事というのは大きな袋を作って、それに町の人々が奉納するお金や品物を入れてチンバを引き引き、サン・マルティンの尊像の安置してある険しい山に登ることでした。足の達者な人でも登れないようなところにこの片輪者が命がけで登るというのですから、中には変だと思う人もありましたが、そういう人にはピエールはいつでも悲しげな顔をしてこう答えました。お疑いはごもっともですけれども、いつか私の一心がどれほど強かったかを皆様はご覧くださるでしょう。海賊が攻め込んでこなくなるような時代が来て、サン・マルティ様が山からお下りになる時になったら、お迎えに行った人たちは尊像がどこにあるか知れないほど、町の方々の奉納品が尊像の周りに積み上げてあるのを見て驚きになるのでしょうから、その言葉つきがいかにも巧みなので、しまいにはそれを疑う人が亡くなってピエールがお山に登る時が来たということになると、誰彼となくいろいろ珍しいものや金目のかかるものをピエールの袋の中に入れてやりました。しかし
ピエールは本当は一度も山へ登ったことはありませんでした。登ったふりだけして奉納品はすべて盗み取っていたのです。こうしてジャンもピエールもまんまと町の人たちを騙し、大変贅沢な暮らしをしていました。しかしそれにも終わりが来ます。海賊が減少し、それを受け町の偉い人たちがサン・マルティンの木造を町へ戻してしまうのです。それに気づいた二人は驚愕します。ピエールは嘘がバレて殺されると言います。ジャンはすべての財産を奪われて飢え死にすると言います。加えて二人はサン・マルティンの霊力で障害が治ってしまうことを恐れます。障害が治れば今までのような生き方ができなくなるからです。そこで二人は慌てて町から逃げようとしますが、サン・マルティン像の帰還に伴いお祭り騒ぎとなる町の中でうまく逃げることができず、もたもたしているうちに障害が治ってしまいます。二人はそれぞれ見えるようになった目と歩けるようになった足をさすりながら、おいおいと泣いて悲しむのでした。ここで物語は終わります。感想。この物語は100年以上昔の小説ですが、今も読む価値のある作品だと思います。ポイントを以下のように整理します。主人公が自らの障害を完全に肯定し、健常者になることを拒否している。主人公の障害者が凡庸な小悪党である。弱者利権を描いている。まずジャンとピエールは自らの障害を完全に肯定し、健常者となることに極めて否定的です。ジャンが言うには、こうしていればカタワも重宝なものだ。世の中のやつらは知恵がないからカタワになるとしょげ込んでしまって、丈夫な人間、当たり前な人間になりたがっているが、俺たちはそんなバカはできないな。ピエールの言うには、丈夫な人間、当たり前の人間のしていることを見ろ。汗水垂らして一日働いても今日をやっと過ごしているだけだが、俺たちはカタワナばかりで何もしないで遊びながら、町の人たちが作り上げたお金を片っ端から巻き上げることができる。どうか死ぬまでチンバでいたいものだ。俺も人並みに目が見えるようになっちゃ大変だ。人並みになったら俺にも何一つ仕事という仕事はできないのだから、その日から小敷になるより他はない。もう小敷の暮らしはこりごりだと、ジャンは相槌を打ちました。もしジャンが言うように、障害者とは自らの障害を否定し、健常者になりたがっているものだというステレオタイプが存在するならば、二人の存在はそれに反するものです。二人は一画で小敷をしていた頃から、片輪である自分自身をそれなりに肯定していた節がありますが、ネガティブに捉えられがちな特性である片輪であることを逆手にとって、社会的に成功した後はその自己肯定感を確固としたものにしたようです。これは障害に限らず、自分には足りないものがあるとして自己肯定感が低い人たちへの力強くポジティブなメッセージになり得ます。ただし逆から見れば、何らかの成功体験をしたものは、その成功の基盤となったもの、依存しているものを否定することが極めて難しくなるという危うさも示しているように思います。普遍すれば、持っているものを失うことへの恐怖です。こういった心理状態は健常者でも関係なくあることではないでしょうか。健常者が障害者になることを拒否することがあるとすれば、それまで依存してきた身体性に依存できなくなり、それまで得られていたものを失うからといった理由が考えられます。自分に障害があろうともなかろうとも、自分が価値を置くものを失おうとも、自分は自分なのだからどちらでもいいといった揺るりない存在のレベルでの自己の肯定は、哲学的あるいは宗教的問題であり、少なくともジャンとピエールはその域には達していません。物語はジャンとピエールの障害が治ったところで終わっており、その後に外形的な罰が下ったのか、健常者になった二人がどのように事故に向き合い生きたのかについては語られていません。読者に考える余地を残しています。次に、ジャンとピエールが非常に強欲でずる賢く嘘つきであるという点です。彼らは明確に悪徳者です。しかも大悪党ならまだ格好もつきますが、二人は薄汚い小悪党です。先に述べた
自己肯定感の強い障害者というのもそうですが、薄汚い心を強く持った障害者というキャラクターも、障害者への視点の多様性を提供するものになっています。そしてそれは障害者の人間性を肯定するものです。障害者は健常者とは別の生き物ではなく同じ人間であり、その実像は多面的で、善と悪、正と惰の両面を持つものです。中には悪い心、醜い心が強めに出る人がいても全く不思議はないのです。なお、町の人たちはジャンとピエールの表面的な善の部分を認めていました。このように人間性を肯定することは人間の尊厳を重んじることにつながるでしょう。3点目ですが、この物語は弱者利権をはばかることなくあからさまに描いています。日本でもかつて盲人組織である東道座が権力を持っていました。また最近ではあまり話題になりませんが、同和利権の問題も根強くあります。そしてユダヤ人の問題、有色人種の問題、少数民族の問題と世界中に広がりを持ちます。弱者利権、被差別者利権の問題はストレートな差別問題と切り離せないものであり、おそらく人類にとって本質的な哲学問題と言えるでしょう。この小説はその問題意識を喚起する小説になっています。以上が私の感想です。片輪物は青空文庫で読めますし、短いので読みやすい作品だと思います。よかったら皆さんも読んでみてください。それではさようなら。